どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり三日目に見られた死に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。先週ですね、嬉しいことがいくつかあったんですけれども、今ヨーロッパにチームが出ています。ドイツ、それからチェコ、そして今日はもうフィンランド、北欧のフィンランド、ヘルシンキに入っていますけれども、先週ですね、そのために連鎖で断食をしながら、まあ、集まる人が集まって祈り交わしていました。その時ですね、ある一人の姉妹がいる時に、言うんですね、今回のヨーロッパチームは電車で移動するんですかって言われたんですね。で、確かにドイツのドレスデンというところからチェコのプラハには電車で移動することになっていたんですね。それで、このそうですよって、まあ、ある人が答えたんですね。そしたらその人が言うんですね、祈ってると電車が見えるんだって。その電車で、光る牧師が、ね、勝手に朝日の光る牧師が、光る牧師が、忘れ物をするのが見えるって。で、営業部のなんか大事なものがなんか忘れてしまうって言うんですよね。だから、映像とは言われないので、そこでみんなで祈ったんですね。で、お祈りしましたよね。で、そしたらですね、その次の日かな、その日かな、13日だったっけ、そうですよね、光くんの誕生日なんですけど、実は33歳の。ね、十字架の年。その日にですね、ドレスデンからプラハに移動だったんです。そして、まあ、ヨーロッパは鉄は、進んでますから、電車に乗って移動したんですね。見事に iPad を忘れたんですね。彼は映像で行っていましたので、 iPad を忘れたらもうおしまいなんですけど、見事に忘れちゃったんですよね。で、インターネットを見てる方は分かると思いますけれども、ホームページでね、ヨーロッパチームは随時どんどん出ますから。で、まあもちろん彼らも祈ったでしょうし、日本中世界中で問いなしている方々は祈られたと思いますけれども、普通見つかりませんよね。見つかったんですよね。ああ、見事ですよね。で、嬉しかったのは、長崎は、その先にそのことを示されてて、祈ってたんですね。俺は、ある一人のご婦人が、祈りの中ではっきり、電車で移動するってことを、知らなかった人なんですけど、電車で移動するんですかって言って、はい、移動って言ってですね。そして、この電車で移動することを知った上で、祈ったんですよね。で、私はすごい感動したんですね。その今、実はですね、予知予告、指示の予言を求めています。もちろん吟味はすごく大事ですけども、神様が予知予告、指示を開かれると、イエス様の主任牧会というのが、より確かになるんですね。で、安定教会にはこの予言の働きが非常に顕著になられています。で、それを通してこの群れ全体がすごい神の働きが広がってきたんですけども、これ一つの現れだと思うんですね。だから、皆さんですね、いろんな賜物の働きが始まっていきますので、ぜひですね、皆さん祈ってたり、あるいは賛美しているときに幻が見えたり、あるいは誰かに手、なんかこうね、病気の人を見たらほっとけない、なんか祈ってあげたいって、でも私なんか祈ってもって騙されちゃいけません。手を伸ばして祈ってみてください。あなたのその手を通して、あなたの地に住んでいる聖霊様が癒してくださったり、奇跡もないことが起こってまいります。誰かが和田をするんじゃなくて、聖霊が和田をなさるので、これね、踏み出していく人を通して和田を起こるんですね。これカリスマなんですよね。ぜひそれをね、覚えておしております。それから、もう一つですね、これは金曜日なんですけども、イサヤ内に夜行ったんですね。そしたらですね、小内牧師が、お嬢さんの陽子ちゃんがね、今、高校生になって、高校生の先生になりまして、高校の先生になりまして、で、今、実は沖縄に行ってるんですね。修学旅行ではありません。高層隊ですね。高層隊の九州大会に出てるんですね。というのは、彼女は、まあ、ある高校の、オンラインがありますので、まあ、高校名を書きますが、ある高校の、射撃部の顧問になった、副顧問に。ね。まあ、1年目の高先生だから、顧問じゃなくて副顧問になったんですね。で、射撃なんて、やったこともないし、ルールさえ知らない。ね。これで困っちゃったんですね。でも、まあ、高層隊の時にですね、まあ、東電、まあ、顧問だから、副顧問だからついていくわけですね。北子が強かったらしいですけれども、そして、行きまして、それでお祈りしてたんですね。その射撃をする後ろでね、そのなんか後ろでね、もうやることが他に何もない。応援するにも応援、どうなったりかわからないから、ひたすら祈ってたそうです。優勝できますようにって。で、子供たち、部員たちも、
先生も周りの学校も誰も優勝するということを期待してないし思ってもいなかった。ところが祈ってたら3位だったんですね。いよいよ最後の、ちょっと射撃のことよく知らないんですけど、最後の何か、射撃はね、歩行が強いんですけども、その、最、ね、最後の、いいです。はい。いいです。最後の、なんかその、射撃になる前に、7ポイント差で3位だったんですって。ね。小渕子さん丁寧に。陽子ちゃんのことになるとすぐ丁寧に話すんですよね。で、7ポイントで3位だったんですね。そして、これも普通逆転できない数字なんですって。確か北方が1位だったのかな。でも、絶対優勝するチームが1番で強かったから、まずもうこれで決まるなと思ったけど、陽子ちゃんは最後まで奇跡を信じて神様って祈ってたんですって、その後ろでね。やることがないからって言ってました。他に何もできないから。でも何もできないってことはいいですね。本気で神に祈りますから。そしたらね、どうなってますか?7ポイント差を逆転してね、3ポイント差で優勝しちゃったんですよ。もう一番驚いたのは生徒たち。勝つわけないと思ったし、勝とうとさえ、まあはっきり言って思ってなかったわけですよね、そんな。ね、優勝しちゃったんですよね。これ18年ぶりの優勝で、その高校は、全部の高層体全競技の中で、優勝したのは2競技だけなんです。その女子射撃部が優勝しちゃいましてですね。もう本人たちも学校も周りもね、もう驚き。で、実は陽子ちゃんは前から行きたいとこがあったそうです。沖縄。で、射撃部で優勝しましたから、九州大会の沖縄に、自費ではなくて、県代表ですので、公費で、堂々と、公でこれ言っても構いません。公費で、沖縄に行くことができましてですね。で、土曜日が大会だったそうですけども、昨日はね。で、なんかそれまで、結構早くから行って、準備をするために行って。なんか、あとそうですね、主に感謝したいっていうのですね。で、それをなんか、お父さんがえらく感動して嬉しそうに話をしたりとか、私もそう聞きながら、それ感動したんですね。で、全く射撃のことはわからなくて、何もできないんだけど、だから分からないからこそ逆に祈れたかもしれませんね。よく分かってるとね、簡単に優勝なんて祈れなかったかもしれません。でも分からないからこそ逆に大胆に祈ったんでしょうね。そしたら本当に神様はその祈りに応えてくださったんですね。で、皆さんね、不可能と思っても簡単に諦めないでください。先週説教しましたよね、教会の祈りってところでね。で、自分のことでも、あるいは自分のことじゃなくて家族のことや友人のことでも、ね、自分にできなくても神様に向かって祈ってほしいというふうに思います。さあ、それで今日の箇所に行きたいんですけども、今日は、パウロとシラスという、まあ、使徒ですけども、この二人が、本当に神様のために福音の宣教をしていて、使徒としての使命に生きていて、そして神に従っていく中で、とんでもない状況に置かれるんですね。捕まえられて、鞭打たれて、そして、牢屋に入れられて、足かせかけられて、もう、とんでもない状況になるわけですね。で、ここに、迷わなかったと書いてありますけども、25節のところに。まさにこれは、象徴的な言葉で、パウロとシラスにとっては、もう人生最悪の日、真っ暗な夜、もうそう思える時だったんですね。ところが、その最悪の時にパウロとシラスは、文句を言ったり、つぶやいたり、投げ出したり、諦めたりしなかったんです。で、しかもこの最悪はね、自分の罪の結果もたらされたんだったらね、あーってね、悔やためが起こると思うんですけども、この時はね、自分の罪の結果の場合は悔やためてください。でもこの場合はね、そうじゃなくてね、本当に神様に従ってイエス様を述べ伝えたんですよ。そしたらね、さっき読んでもらいました、占いの霊に疲れた女の人がいて、その人を使って金儲けをした人がいるわけです。皆さん、この時代から占いってあるんです。で、この時代から占いで金儲けした人がいるんですね。で、私たちの頃はですね、私が若かった頃はね、占いっていうのはね、週刊誌の、あまり信用できない週刊誌の中に入ってた。今は大手の新聞が占いを載せております。ね。そして、今は、テレビでも、なんか携帯のね、アプリなんかでもすぐ占いがあります。当たり前のようにあります。本屋さんに行くと、昔は占いとかそういうコーナーは、ちょっとこう、端の方にあって、隠れてこうやって読んだんですね。ね、ね、うなずきましたね。私、うんと若い世代なんですけど。ところが、今はですね、本屋さんの一部のコーナーは占いなんです。なぜか、ドル箱だからです。
それが普通になってきてるんです。恐ろしい時代です。で、占いをミッションスクールでさえ占いのことを先生が話したりする学校がたまにあったりするから、恐ろしい。聖書は占いをはっきり罪って言ってます。これを覚えてください。占いは罪です。で、皆さんね、当たらない占いも良くはないですよ、罪だから。でも怖いのは当たる占いなんです。私、占いは当たらないと言ってませんよ。当たる占いがあるんです。なぜか、悪霊の力です。本当に見えない霊的な世界でありまして、ですか、あの、当たらないね、適当な占いもありますね。でも本当に当たる占いってあるんです。これ悪霊の力で当てるんです。過去当てるの得意、ね、そして当てる占いっていうのはですね、私たちを縛ってくるんです。占いの言葉ってのは私たちを縛るんです。いろいろありますよ。これね、二つ三つ当たったら四つ目でね、必ずね、あなたはこうなります、このままじゃいけませんってね。得意なのは、あの、あなたの後ろに先祖の霊が見える、ね、縛られています、ね、それは供養しないといけません、だからって言ってこうやって。この前宮崎行った時ですね、話しましたっけね、第2回では。宮崎行った時ですね、こう、ある 独身の、女性なんですけども、結構年を、ま、もう、ちょっと、オンラインだから言い方に気をつけないといけませんね。40代だったと思いますね。女性なんですけど、キャリアウーマンですね。その方がね、ブレスレット買ったんですよ。インターネットショッピングで。ね。で、そのブレスレットは、あるお寺がバッグについてたんですよ。で、そこから電話かかってきたんですよ。そして、ブレスレット買ってくださってありがとうございました、言った後にね、実は、この霊的なこのブレスレットはね、祝福がありますけれども、あなたのことをお祈りしていますと、ちょっとこういう会が見えましたとか言ってね、で、そこから話になってですね、それでね、こちらでお祈りしたらこういうのがありましたってこうね、なんて言うんでしょうかね、なんかこう、送ってきて見せてもらいましたけど、なんか霊的な除霊するためのなんとかのなんとかと言って、それでこうね、書いてきて送ってきてね、で、こっちまで来られると、時間と、交通費がかかりますから、来なくても結構です。そんなに騙されちゃうんですね。そして、ですから、これだけのお金をくださったら、こちらで祭壇を作って、そして除霊してあげますから、ぜひここにお振り込みくださいっていう。私が話すとね、嘘っぽく聞こえますよね。ね、でもそれをね、本当に語られて、その人ね、それを振り込んだんです。外国の方々、バカみたいと思うでしょうけど、日本はそういうのいっぱいあるんです。それでね、そしてね、その次何かというとね、途中でね、また電話かかってきて、10日ぐらいしたら、除霊してる途中で、してる方が倒れました。着きましたら、もう一遍やり直さないといけませんから、って言って2回目のこと言ってきたんです。で、聞きながら、不愉快になって一人でしょ？なんでかわかりますか？これ悪霊なんです。もうやめときましょうね。不愉快になるでしょうから。こういうのに霊働くんです。でね、他のところでみんな話さないから、やっぱり言わないといけませんね。占いとか悪霊ってのはね、本当にあるんです。で、背後に霊がいると当たるんですが、必ず最後は縛っていきます。で、その人ね、3回目までそれされてね、もうこれ以上お金がないっていうところまで来て、そして、その人に面白い、宮台教会の一人の人が、そんなこと全く知らないで、お仕事で昔付き合いがあったんだけど、10年ぐらい付き合いはなかったけど、祈ってると、その人が出てくるんですって。だから、気になって仕方ないからメール送ったんですって。そしたらすぐ返信があったんです。会いたいって。それで会ったのが正解の前の日だったんです。正解です。ね。それでお話をしてて、明日正解があるからおいでって言って来たんですよ。それでね、最初は泣いてましてね、最後は救われてもう喜んじゃってですね、最後まで帰らない。後片付けまで一緒にして、ずーっと一緒に帰りました。よっぽど、で、面白いですね。全部使い切ってから教会が来るんですね。それでいいんですよ、別にね。教会は別にお金いりませんからね。ね、ただ喜んで下げてください。祝福されますから。で、何かというとですね、これ悪霊なんです。本当に悪霊っているんです。人生を破壊してくる悪霊が。で、占いも、当たらない占いも罪ですからいけません。でも当たる占いは、はっきり悪霊が背後に働いているので、これは決して触ってはいけません。あれ覚えてください。ね。ちょっとね、たまにはちょっと話しましょうね。昔私の時代は新宿のおばさんってのがいたんです。すごい行列が出て。今はもうないのかな。もうあの人も年を召されたでしょうから。ね、で、最近はテレビでしょっちゅうオカルト番組やってるんですよね。で、俺は霊がいるからですよね。で、皆さん、例えばね、星占いがあるでしょ？何だと何だは相性がいい。何だと何だは相性が悪いって。くだらないと思うでしょ？クリスチャンになれば。ね。
でもクリスチャンが、まあ、正直な人は大丈夫だけど、多くのクリスチャンが、いや、クリスチャンが夫婦で喧嘩をします。ふっと思うんです。やっぱり合わなかったな、相性があって、そういえば何だだからって、嘘みたいな本当の話が起こるわけですよ。どうしてわかりますか？言葉が残ってるからです。言葉が残ってるからです。悪霊は、神様は言葉を通して技をなすんです。神の言葉は真理で不可能を突き破るんです。神の言葉は奇跡をもたらすんです。同じように悪霊も言葉を持って私たちを惑わすんです。言葉を持って私を縛りつけるんです。言葉を持って私たちに嘘を言うんです。ある方は昔人から言われた言葉が縛られてるんです。ある人は昔何かの本で読んだ占いの言葉が、そんなのバカにしながら縛られてるんです、その言葉に。もしそういう人がいたらね、今日この瞬間イエス・キリストの名によって断ち切ってください。私たちを自由にするのは聖書の言葉です。私たちを讃えるのは神の言葉です。神の言葉が私たちの導く言葉なんです。ですが、これはね、結構多くの人が影響を受けてるんですよ。僕として分かりましたけど、そして嘘みたいに騙されてるんですよ。だからね、そういう言葉に騙されないでね、星占いが何と言おうと、神様が導いたら最高のカップル。いや、真面目に。あんなの関係ありませんよ。100% 関係ありませんよ。99% なんですよ。100% 関係ありません。なんでこんな説教してるのかな？誰かいるんじゃないの？いやいや、本当に。これは、はっきり覚えてくださいね。1% でも、デモとか言ってると、サタンはその 1% に激しくつけ込んできます。ですから、サタンはジェントルマンじゃありません。ほんのわずかな心の隙に入ってきて、言葉を持って私たちを騙し、嘘をつき、私の人生を破壊してくるんです。はっきり覚えてください。いいですか？占いの言葉や悪霊の言葉は 100% 偽りです。聖書の言葉が本当なんですね。教えてくださいね。今日の説教はちょっと脱線しましたけど、もとい。それで、そうやって占いで、ね、この時代からあったんですよね。この時代から。金儲けをしてたん。いや、その占いに使われた悪霊の人が、パウロとシラスの後ろをついてきて、パウロとシラス宣教してたら、ね、言ったわけですよね。この人たちは神の器で、福音宣教してるって本当のことじゃないですか。でもね、大声で叫べると邪魔になるわけです。ね。それで、ちょっと昔あったんですけど、褒め殺しってのがありました。若い人にはちょっとわからないかもしれませんが、竹下昇さんが首相だった時ですね。褒め殺しってのがあったんですね。で、これ褒め殺しの一種ですね。それでね、パウロは困ったんです。破壊ができないから。それで、振り向いて、その女の人から、ね、この女奴隷から、イエス・キリストの名によって命ずる、占い奴隷、出ていけって言ったら、一発、即ダニって書いてある。その瞬間、この人から占い奴隷は出ていったの。でも、悪霊で占いをしていたから、占い奴隷が出ていってしまうと、もう占いが当たらない。そうすると、お金儲けができないんです。で、この女の人は悪霊から解放されたから、本当にそれまでね、悪霊使いで言ったらね、ちょっと本当に精神的におかしくなりますから、ね、そうだったん。ところが、悪霊から解放されたら本当にこの人は自由になって救われたわけですよ。でも、この女奴隷を使っていた人たちは、この女の人が救われたことよりも、金儲けできなくなったことの方が問題だったんです。で、金儲けできなくなったので、腹かいたんですね。旧詩の言葉で言います。腹をかいたんじゃなくて腹かいたんですね。で、それで何かというと、パウロとシラスを連れてって、訴えるわけですよね。面白いですね。金儲けできなくなったから訴えたんです。これからクリスチャンの方が増えてまいります。日本でも。そして終わりの時にすっごい世の中が困難になりますが、同時にすごく救われてきますが、そうなると必ず起こることがあります。迫害。で、面白いんです、皆さん。イデオロギーで迫害は起こりませんし、そうじゃないんです。境内なんです。共産主義が潰れたのも境内だったでしょ。ね。境内なんです。で、この時ね、人はね、損得で生きるんです。残念ながら。世の中は損得で生きているんです。得をもたらしてくるなら、利益をもたらしてくれるなら、いい社員なんです。利益をもたらしてくれるなら、いい人なんです。損失をもたらすなら、
悪い人なんです。聖書のこと言ってませんよ。でも世はそうなんです。でこの時金儲けされなくなったから、パウロとシラスを訴えたんです。パウロとシラスが伝えているキリストがいい悪いって問題じゃないんですよ。で実は迫害もそうやって起こるんです。本物のクリスチャンが増えると偶像礼拝をしません。してないよね。簡単には初詣に行ってから特別礼拝に来たりしますよね。これははっきり偶像礼拝ですよ。偶像礼拝は罪ですよね。で、残念ながら今カトリック教会はね、崩れてきました。昔は命をかけて守ったのに、今カトリック教会は他の宗教と一緒にミサをします。それは、いいですか、融和ではありません。妥協です。はっきり福音の確信を失います。これからカトリック教会は危ないです。ね、なぜかって言ったら、一番聖書が意味嫌う偶像礼拝をするからですよね。ね、で、本物のクリスチャンが来たら、グッド礼拝できないでしょ？そうですよね。本物のクリスチャンの葬儀は仏式ではありませんね。で、皆さん知ってますか？仏教式の葬儀がどれほどお金がかかるか。ということは、クリスチャンが増えると、お寺はお金が儲からないのです。初詣に行かないと神社はお金が儲からないのです。あんまり聞きたくない人もいるかもしれませんが、知っといてください。いつも話したわけじゃないので。そうすると必ず神社とお寺は迫害を返します。大義名分じゃないんです。境内が自分たちのお金が来なくなって、自分たちのお金が入らなくなると必ず迫害が始まります。しかしお金が儲からないからとは絶対言いません。この時もそうでした。この時ですね、迫害した人たちは何て言ったかというとですね、パウロとシラスを捕まえて広場にやってきてね、この人たちはユダヤ人で、私たちの町をかき乱したと。ローマ人である私たちが、採用も実行もしないような風習を宣伝していると。キリストのベストタイトル、とんでもないと言ったんですけど、彼らにとってそういうことはどっちでもよかったんです。自分たちが金儲けできなくなったことが問題だったんです。これね、これが起こるわけですね。で、必ずクリスチャンが増えると迫害が起こります。だから、これは、本気でリバイバルを信じている人は迫害に対する備えをしないといけないんですね。で、この時ね、それで、そしたらですね、群衆はそれに乗っかってしまって、結局捕まるんです。で、皆さんね、奇跡が起こるんですけど、面白いんですよ、ね。面白いんだったら、パウロとシラスに申し訳ないな。長官がね、よかった、捕まえていいって言ってね、二人の着物を剥いで、鞭打つわけですよ。最高の鞭の数は39です。それ以上ありません。ところが、この時の数は書いてないから39もやってないと思いますが、鞭ってね、いつか言った時の動物の子ね、こう皮ですからね。で、先に骨がついてるからね。ものすごく痛いっていうか、一発殴られただけでも皮が剥げる可能性がある。そういう鞭ですから、この鞭打たれた後に奥の牢に入れられて足かせをかけられたって書いてあるから、間違いなく背中はただれて血が出たと思います。ね。で、そういう状況の中で、なんで、地震が起こって奇跡が起こるんですけども、鞭をこうやって振り上げた時に地震が起こらないんでしょう。ね、神様がいるなら、パウロとシラスがね、パウロがこうやって背中でパッと鞭上げられて、もうその時に地震がパパンと起こってですね、鞭振り上げた人がですね、その鞭で自分が絡まったりしたらですね、わかるじゃないですか、神様がすごいって。と神様は、パウロとシラスが鞭打たれることを許されたんです。ある時が来るまで、技は起こらないんです。なぜかわかりますか？もし鞭打たれてなかったら奥の牢に入ってないんです。囚人たちも、看守も看守も家族も神に出会えないんです。でね、これはこのパウロとシラスの十字架だったと思いますね。それで奥の牢に入られて、そこで彼らがしたことは今日の中心のテーマね、何しろだった喜びの声を上げたわけですよね。聖書のお話だとしんどそうですね。早く日本の民が聖書の話でウキウキするようになりますように。皆さんが目が覚める証をしましょうか。外国人の人は聞いてくれてるんですけどね。日本の民はね、聖書の話そのものをするとね、辛そうなんですね。私は中国に何回も行きました。中国でリバイバル起こってる時ね、証をするとね、あんまり感動しないんです。御言葉を話すとね、涙を流して聞きながら食い入るんですよね。それがリバイバルです。神の言葉に上書くんです。
聖書の話になると目が覚めるんです、ね、早くそう日本がなりますように神様お願いします。でね、今回ここに行ってるね、チームの中にね、ダビデ前田さんっているんですよ。で、前田さんっていうのはね、長崎に元いたんですよ。北九州から通ってたんですよ。で、ある時奥さんがね、10万ぐらい入ってる財布を落としました。ね。で、それで、その後、また貯金を下ろして、来たんです。連休でした、日月と。ね。それで、一回戻した時は、前田さんは感謝をしたんです、心から。ね。で、ところがね、やってきた。そして日曜日礼拝来て、賛美をして、その当時、小渕さんのお家が、長与ってところにあったんです。で、そこで泊めてもらって、次の日、言っていないのに、月曜礼拝にわざわざ来られた。ね。やっぱり献身したんですよね。わざわざ来られた。だから来たから賛美礼拝をしてもらって、本当に喜んで奉仕をされて、さあ帰ろうって言って、みんなで帰り始めた。ね。車に乗って。そしたらね、慌てて戻ってきたんで、なんだかって。また財布を落とした。それでお金を一回落としたから、落とす前にちょうど、下ろしてて、家賃と、いろんな水道代、光熱費を払おうと思って、下ろしたお金をなくしたんで、もう一遍、頑張ってお金を作って、財布に入れたお金を、また落としたんです。二回目。さすがにね、二回目はね、がっかりしたんですよね。それでもうなんかもう、落胆してしまって、高速に乗れないんです、お金がないから。当時 ETC がなかったからね。高速に乗れない。それで下道をね、これね、前田さんたちは行ったわけですね。ね。そしたらですね、よっぽど疲れてたのと落胆したんでしょうね。佐賀のところで、交差点で、車にぶつかるんですね。居眠り運転。奥さんが助手席で叫ぶんですよね。あーって言って、そしたら、はっと目が覚めたら、目の前に車がいて、正面衝突で居眠り運転だったんですよね。なんでそこまでなるんでしょうね。で、今でも覚えてますけど、電話買ってきました。キャラ牧師乗ってくださいって、もう半分泣いてましたよね、前田さんね。それで、まあ、お祈りをしました。そしたら、佐賀県警がやってきてですね、事情聴取が始まったわけですよね。そして、いろいろ話したときに、北九州ナンバーでしょ。どこに行ってたのって言うか、長崎ですって。観光って言われて、いや、礼拝ですって言ったら、あ、クリスチャンって言われて、はいって言ったらね、あ、そうって言って、その三軒家のお前さんが言ったんですよね、前田さんに。あ、そう。こういう風にノーブレーキでまともにぶつかって、ね、誰も怪我してないなんてことはありえないよって。普通必ず誰か死ぬか大事故になると。車だけで誰一人事故も怪我もないってのはね、あなたの神様が守ってくれたんだよって。あなたの神様に感謝しなさいって。おまわりさんから言われたんですよね。びっくりしたんです、彼はそこで。で、初めてね、そこで彼はね、そこで感謝するんです。で、面白いのはそこからね、北九州までね、ぺちゃんこになった車をね、一応、なんていうか、修理場まで持っていかなきゃいけないから、奥さん隣でまだ小さかったサラちゃんね、今はもう立派になりましたけど、三人でね、こう言ってました。賛美を歌いながら、感謝をしながら帰ったんですって。それから毎朝、蒼天で感謝しながら蒼天をしたんですね。そしたら保険屋さんから連絡がありました。なんて電話があったかというと、保険で処理をしましょうと。でも手出しがちょっと出ると思います。それと何日かしたら、警察から、手紙が来ますので、そしたらそれを見たら、免停と、それから罰金が来ますから、それをしてくださいってことだったんですね。で、免停はですね、なるとですね、前田さんは、黒猫大和の宅急便でバイトしてたんですね。仕事をしてたんです、ちゃんとね、正社員。免停になると仕事ができないんです。これは困るんですね。当時子供何人だったかな。今6人ですよね。当時子供5人だったかな。5人かな。だったと思いますよね。そして、それで彼はどうしようかってね、神様にね、感謝した上で祈ったんですよね。神様、罰金を最低限にしてください。免停の日数を最小限にしてくださいって思ってたんですね。そしたらね、罰金の請求と免停の請求が来ないんです。そのうち彼はね、感謝しながら思ったんです。こうなったら奇跡を求めようって。神様、罰金なし、免停なしにしてくださいって。で、これは日本の警察を舐めています。
こういうことは日本の警察はね、しません。ちゃんとそういうのやりますよね。ところがね、来なかったんです。そして保険屋さんが電話ありました。全部保険で処理しましたって。だから手出しはありませんって言って。で、車が新しかった。そして、ある日保険屋さんからはがきが来て、これで全部処理が終わりましたって。で、彼が失った2回の財布のお金は、当時の教会の方々、あちこちから、教会だけじゃなくてあっちこっちから献金が来て、彼が失った金額よりもたくさんの献金を彼は月末にいただいてました。つまり彼が失ったものは何一つなかったんです。それとね、それを通して彼は神を体験したんです。中国の地下教会行った時に、一緒に行った時に、その話をね、私が説教に使ったらね、中国の人はね、感動してましたけど、前田さんは目の前でね、ボロボロ泣き出したんですよね。よほど神様を体験したんですよね。それが東京の、あの、なんてクリスチャンの寄り道かなんかの証でね、第2位になったんですよね。それは彼にとって神を経験したものすごくの経験で献身へと導いたんです。最悪の中で感謝と賛美をされた時に逆転が起こったんですね。で、このパウロとシラスはね、使徒でしょ。宣教することが使命なんです。宣教して悪霊に使えた人を解放して本当に神の喜ぶことをしたのに捕まえられて鞭打たれて、その段階では神の助けがなかったんで、奥の牢に入られた時にどうしてですか神様って言えたし、わからない神様がって言えたし、いつまでですか神様って言えたし、もういい加減嫌だって言えたし、もう諦めることもできたし、投げ合いになることもできたけど、パウロとシラスはそれはしなかった。パウロとシラスはこう書いてある、祈り賛美した。で、この祈りはね、私はまず間違いないと思う。一つは感謝です。神様に。で、もう一つはね、求めだったと思います。神様、奇跡をします。そして賛美したんです。賛美は本当に神様喜んで賛美したんです。で、白馬に山田とゴスペルクラブ行きますけれども、お願いがあるんですよね。賛美ってのはね、幸せな時にね、本当に心から嬉しくて神様賛美しますっても、間違いなく賛美です。でも賛美の真髄はね、実はね、最悪な時に現れるんです。この世の歌とは決定的に違うんですね。もう死にたいぐらい辛い時、もう絶望と思う時、神がいたらなんでこんなことになるのって思う時、その一番最悪の時に、それでも神様、あなたは素晴らしいって、それでも私はあなたを褒めたたえますって、これが賛美なんですよ。歌ではありません。これが礼拝なんです。で、その賛美と礼拝は、実は、奇跡を生み出すんです。で、この時ね、が、本当に心から賛美と礼拝をしたら何が起こったかというと、囚人たちは聞いてたんですね、まず一つ目ね。で、囚人っていうのは逃げることしか考えてないんです。で、パウロとシラスは新入りの囚人でしょ。で、囚人の映画見たことありますかね。大体親分がいてね、長い歴、ね、親分がいて、ね、そして、新入りが入っていったらね、挨拶しないといけない。こう、今日入ってきたばかりの新入りの囚人がね、奥の牢でね、歌なんか歌ってるとね、怒鳴られるはずなんです。ところが、みんなが聞き入っていたってことは、パウロとシラスがよほど上手かったか、とは思えない。すごい臨在があったんですよ。非常に特別な神の霊が良かったんですよ。思わず聞き入ってしまうのは神の霊が与えたんですよ。そして、その後に大地震が来ます。ところが突然、大地震が起こるんですね。で、この場合の大地震はマイナスじゃありません。プラスの大地震。この地震が起こった時に、獄舎の土台が揺れ動きって書いてあります。パウロを縛っていた、閉じ込めていた、その獄舎の土台が揺れ動いて、たちまち扉が全部開いて、出てしまったって書いてあるんですね。すごいのはね、神様は目の前のことだけで根本から揺れ動かして、鎖も、扉も全部開いたん。で、パウロとシラスはね、鎖が切れて扉が開くのは理解できますよね。使徒なんだから。ところがどうだったかというとね、パウロとシラスだけじゃなくて、他の囚人たち全員の扉と鎖が開いたんです。で、囚人たちってのは悪いことしたから牢屋に入ってるわけです。そうでしょ？で、まだ福音聞いてないでしょ？まだ悔い改めてないでしょ？なのに、なんで扉と鎖が切れていいんでしょうか？逃げちゃうじゃないですか。賛美にはそういう力があるんです。本当に彼らが賛美し、今日将来したとき、
すべての人の鎖が切れ、すべての人の扉が開いたんですね。これすごいですよね。もしね、私たちがここで本当に真実に勝利を返したら、初めて来た方だって触れられるんです。キャサリン・グルーマンの集会の時に、キャサリン・グルーマンの集会の時に、奇跡が集会でね、1950年代のアメリカで一番持ち上げた歌です。癒しと奇跡がバンバン起こってた。すごい賛美だったんです。賛美と奇跡が起こってたんですけども、病気の人を連れてきたお父さんかなんかがいて、で、その子供を連れてって自分はいいって言って外で待ってた。そしたら、みんなが大賛美をしてた。外でいたお父さんが、ですか、中に入ってないんですよ。賛美の後ろから小さい声だけなんだけど、突然涙が溢れてきたんですね。でそこで悔い改めたんですよね。で、そういうことが頻繁に起こったんです。なぜかわかりますか？彼らが本当に賛美をしてたからです。礼拝をしてたからです。でね、この時パウロとシラスは最悪の中で神を褒めたたえた。そしたら地震が起こって、パウロとシラスだけじゃなくて、そこにいた囚人たち全員の鎖が切れた。そして、看守がね、びっくりしたんですよね。寝てたんでしょう。ね、パッと目を覚ましました。そしたら、ね、地震でパッと目が覚めて、はって見たら全部鎖が、扉が開いてるから、囚人たちは当然逃げたと思った。で囚人たちはいつも逃げることしか考えてなかった。ね、でそれで、当時のローマでは、逃がしたら、看守が殺されるんです。もうこれはもう、確実にそうなんです。だから看守はもうダメだと思って自害しようとしたら、パウロが中から叫ぶんです。誰も逃げてないって、死ぬんじゃないって。で、面白いのはね、ここ見てくださいね。29節。看守は明かりを取り、ね、真っ暗だったから見えなかったんです。扉だけ開いてるのは見えて。で、当然みんな逃げたと思った。逃げてない。駆け込んできて、パウロとシラスの前に、震えながらひれ伏したって書いてあるでしょ。本当に驚いたんです。何が驚いたかというと、誰一人逃げてない。すごいのはね、鎖が切れたこと以上にすごいのは、この賛美の中で、囚人たちの心が全く変わったんですね。で、それを見た囚人を一番知っている看守である、囚人のことを一番知っている看守である人が、逃げてないのでびっくりして体がガタガタ震えたんですね。何が起こったんだって。だからパウロのところに来て、この囚人、この看守がパウロを奥の牢に入れて足かせかけたんですよ。その足かけかけた囚人に向かって、ひれ伏してガタガタ震えながら、あなたの死にとる神様が本物なんですね。どうして助かるか教えてください。こんなこと見たことがないって言ったぐらい、看守にとって驚きの奇跡が起こったんです。面白いことは、パウロとシラスは、看守にも囚人たちにも一言も説教してない。でも彼らは最悪の真っ暗な夜の中で一言もつぶやかず文句を言わず誠の神様を心から礼拝してた。その時に神の霊が働いて神が技を成したんです。で、私たちはリバイバルを求めてますけどね、リバイバルってのはね、能力があったり人の技ではないのです。神が本当に働くって技なんですね。賛美がなぜかいいかというとね、本当に私が心から真実に神を賛美してるやつすると、神の霊が働き始める。で、この囚人たちは何か特別なものに触れられたんでしょう、神の霊に。だから逃げなかった。で、感謝もあんまり驚いて、ひれ伏したんですよね。で、パウロにとってはですね、一番聞いてほしいことです。どうしたら救われますかって。例えば昨日一緒にコンサートをしましたよね。コンサートして私が説教しようとするとですね、みんながね、あまりに神に触れられて感動して私にね、キャラ牧師、救われるためにはどうしたいんですかって言われたら、こんな楽なことはないですよね。死ですよ、死んじゃなさいって言われたそうでしょ。でもね、笑いますけどね、本当に起こったんですよ。実はリバイバルの歴史を見ると、こういうこと本当に起こってるんです、実は。で、私の人生には最悪って来るんです。あるんです。そこで賛美する人は、本物の礼拝者で賛美の人なんですよ。山里ゴスペルクラブの方々は、白馬の賛美に立つときに、デッコートで立てるとは限りません。もし最悪だったら落ち込まないで、そこで本当に賛美したら奇跡が始まります。今回嬉しかったのはね、FU が落ちたんです。申し訳ないけど、落ちたなんて失礼ですけど、落ちたんです。ところが、先週落ちた次の日曜日、落ちた日曜日に、どうするかなと思ってたら、すぐ練習しておられました。びっくりしましたね。ね、私、うわー、これは FF、この後楽しみだなと思いましたよね。どうぞ続けますように。
あのね、人生には最悪ってあるんです。神に従ってるのに最悪ってあるんです。神を選んだのにどうしてって起こるんです。でそこで本当に主を礼拝する人は、神の霊が動くのを見るんですよね。この後、看守はエス様を信じます。そしてその家族を信じます。パウロは自分を牢に入れた人に傷口を洗ってもらって、その人とその家族全員に洗礼を授けて、その後食事会、愛参会になります。大逆転ですよね。あの、神を知ってる人にとって最悪はないんです。いや、最悪こそ神の最高の物語への始まりなんです。どういうような、鞭打たれてなかったら、囚人たちにも看守にも会いませんでした。すぐに助けが来ないことがあります。すぐに奇跡が起こらないことがあります。だからといって投げないでください。私が本当に最悪の、もっと最悪と思う中で神様に感謝すると、そこから逆転が起こるってことをね、とと覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私の人生の中に、いろんなことが許されますが、その中であなたは勝利を与え、奇跡を与えてくださることをありがとうございます。どうぞ今ヨーロッパにチームは行っておりますが、その霊的なアタックを縛り、人一人を聖霊によって満たして導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは行かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今、イエス・キリストを何をって父なる神様に祈ってください。あなたの願いと求めを差し出してください。神様はそれに答えてくださいます。イエス・キリストの皆によって、心と体を、よっさりよ。イエス・キリストの皆によって、イエス・キリストの皆によって、心と体を、よっさりよ。膝に触れてください。あと脳に触れてください。イエス・キリストによって白血病をイエス様って命ずる。よっさりよ。オンラインをしている方の中で、自分の中でこのままじゃまずいなと思っている人はいるんですけど、確かにそのまま行くとまずいです。それは神様からの語りかけと促しです。あなたはここで向きを変えなさい。向きを変えて、あなたは神様の方にしっかり心を変えて向きを変えるならば、今までのマイナスと失敗の全部が逆転に変わります。このままじゃまずいなと思っているのは、これははっきり聖霊のあなたへの愛の促しです。ここで向きを変えなさい。その時あなたはそこから大きな勝利を見ていくようになるとおっしゃいます。脳に触れてください。イエス様って命ずる。脳梗塞完全にやっさりよ。膝に触れてください。イエス様って命ずる。膝を完全にやっさりよ。ある方ははっきり、献身というか共に戦う方に召されている人がいます。ところがその人は共に戦う方じゃなくて、自分は恵みを受けるということに心を奪われていますが、主はあなたを共に戦いなさいと言っていらっしゃいます。あなたがそこに立つならば、あなたは、大きくなんか人生の展開が始まります。でもそうでないならば繰り返しがきます。あなたは共に戦うことを神様から促されています。その語りかけに応答しなさい。素晴らしい、素晴らしい。イエス様ありがとうございます。お一人お一人に豊かに語り触れ導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、指導と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。
どうぞお座りください。お知らせ。